女性が働きやすい環境づくりを進めようと山形市で講演会が行われましたこの講演会は企業や社会で女性の活躍を推進するため山形市が開催したもので今回で3回目です講師を務めたのは株式会社ウィルラボ代表取締役の小安美和さん今日は 男女ともに働きがいのある会社づくりをテーマに講演しました講演では女性の活躍を通してジェンダーギャップを解消することが働きがいのある会社づくりにつながるとし一人一人の尊厳を大切にする社会になってほしいと強調そのためには賃金格差や性別での役割分担意識をなくすなど 自分にできることは何かを考えてほしいと話していました女性がもっともっと前に出ていただきたいという思いがありまして、女性があの生き生きと輝く町、山形を目指して、さらにその女性がロールモデルとなって、新たな後輩,後輩を呼び込んで、若年の女性の方がもっともっと山形に戻ってきていただくような、そういう町を目指していきたいなと考えております。 市は来月以降、女性人材を育成するためのワークショップも開催する予定です。